ステラ・ジェーン・ヤングは、オーストラリアのコメディアン、ジャーナリストであり、障害者人権活動家である。ヤングは1982年に、ビクトリア州、スタウェルに生まれた。先天性の骨形成不全症であり、人生の大半を車椅子で過ごした。ディーキン大学の G ロングキャンパスで、ジャーナリズムとパブリック・リレーションズの学士、メルボルン大学で教育学の、準修士を取った。 2004年に大学を卒業した彼女は、しばらく中学校の教師をしていた。フロリアードでインタビューを受けるステラ・ヤング・ヤングは、オーストラリア放送協会のウェブマガジン、ランプアップの編集者であった。ABC に入る前は、メルボルン博物館で、公開講座の講師も務めており、また同時に、地域制作テレビチャンネル31の障害文化を扱う番組、 ノーリミッツの司会者を8シーズン任されていた。集団でのメディア露出の経験はあった彼女だが、2014年のメルボルン国際コメディフェスティバルにおいて、初めてソロパフォーマーとしてデビューすることになる。ネリー・トーマスの監修した新章物語で、ギャングはフェスティバルの最優秀新人賞を獲得した。同じ年の4月に、ギャングはティドキシドニーに出演した。 彼女は私は皆さんの感動の対象ではありません。どうぞよろしくと題したトークにおいて、障害者を彼女が言うところの感動ポルノに変えてしまう社会的な傾向を分析してみせた。ヤングはビクトリア州障害者顧問委員会をはじめとする様々な障害者施策に関わる組織の委員であった。ヤングは2014年12月6日に亡くなった。おそらくは 動脈瘤の破裂であった。ありがとうございます。